出してる皆さんとしては2年前から去年お会いして私の講演をしたんですね。80人ぐらい娘たちが集めてそれで一応ダルク女性ハウスを運営しているので、ダルク女性ハウスっていうのは、まあ、薬物アルコール依存の女性たちの施設なんですけれども、私はまあ26年前に、それを仲間たちと、オープンしたんだけれども、依存症の治療をしようと思ってたのにもかかわらず、私が毎日聞く話は虐待の話、性暴力の話、性虐待の話だったので、いつの間にかその、性暴力、虐待や性暴力や性虐待の支援者になっていました。で、大島栄子という友人と2人で本を出して、その後の不純という本なんですけれども、でそれで、その本をスリンちゃんが、翻訳してくれて、去年講演して、今年は大島さんと2人で行って一日 のワークショップというものすごいチャレンジングなことをやったんですけれども、去年もそうでしたが、今年も、まあ、一緒に、いろんなことを勉強して話して、それから韓国で起きている、当事者の問題、どういうことを一緒に、まあ、どういうふうにしたらいいのかみたいな話し合いも随時しました。そこで通訳する、ダルクエソンジスがやむアルコール의존여성들을위한어떤시설을만들었는데26년전부터활동을하고있는데요이의존을이제의존이있는여성들을의존을멈추게하려는활동을하는데어떻게해요이의존증을겪는분들이알고있는분들모두가성폭력의피해자라는것을알게되었고대부분여기서많은도전적인활동을했습니다여기앉아계신선생님들하고한국에서오신선생님들하고도한국에가서워크숍을열면서하루종일올해도워크숍을열면서어떻게그당사자들이피해여성들이대응할수있을것인가이런얘기를했습니다で、まあ、韓国に追われて、その、自分たちの話をするのも、実は韓国に同じように薬物やアルコール依存で苦しんでいて、暴力を受けて刑務所に入っている女性たちもいるからです。で、私たちは日本の中で刑務所に入っている被害者の女性たち。皆さん、刑務所に入ってもちょっと加害ではなく被害ですからね、みんな被害がないとそういう薬物の単純使用というのも起きないので被害者が入っているんですが、韓国も同じ状態なんです。それで、まあ、私は、日本の人たちにも会うし、韓国の女性の仲間たちにも会うということを思っていて、同じことが起きていて、でその横の連携を取らないとやっていけないなというふうに、まあ、思っています。聞こえてる？ダメ声が聞こえてる。韓国에서도양보의존과같은여러가지비슷한문제들을겪고있고교도소에있는여성들이피해여성이면서더그성폭력이나성학대를겪은피해여성들이있기때문에함께논의하고얘기할수있었습니다。네そういう意味で言えば、韓国だけではなくて、アメリカにもオーストラリアにもニュージーランドにも、イランにもトルコにも、連携している女性たちっていうのがいて、みんな依存症になるような女性たちは、まあ、暴力を被害者なので私は、まあ、それを33年やってきたので、その女性たちが、まあ、いかに生き延びているかっていうことも知っています。그런의미에서이제한국뿐만이아니고뉴질랜드호주이란터키세계각지여성들의의존이있는알코올이나약물의존이있는여성들을만나왔는데요그여성들이모두가다폭력의피해자이기도했습니다이렇게하면서이제제가지원하는걸하고있는것입니다生き延びている女性たちの話を聞かないと生きていけない、やっぱり目安が立たないというふうに私は思っていて、でイランの女性たちからも私はよく日本は大変でって言われたりとかしてですね、
イランの女性たちは連帯できてるけど日本の女性たちは連帯できてないんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたことがあります。それはまあその通りだなというふうに思っています。で、まあ今回この、なんか、プレゼンを見ていたらちょっと胸がいっぱいになっちゃって羨ましく羨ましくなってしまいました。네제가이제이폭력피해로부터살아남은여성들을만나서어떻게여성이살아남을수있냐이런거그부분들을많이해왔고그런데이제이런여성을만나니저에게묻더라고일본여성들을연대하지못하느냐라고비판을하셨는데제가맞다고얘기했습니다오늘한국에발돋이되면서너무감동이되고정말너무부러워서이런정보가좀많이일본에서넘쳤습니다それでまあ、今日本当話そうと思ってたのは、まあ薬物、性暴力の支援というのは、私はもう26年になったので、実は今目の前に起きているというのは、暴力を受けた、被害を受けた女性たちの子どもたちにまで、被害が行っているということをちょっと話したかったんですけれども。원래여기서제가이제여러분께드리려고했던말씀은제가이제약물의존재이알코올의존실제로성폭력피해여성들이셨기때문에성폭력피해여성들지원하는활동에대해서말씀을드리고최근에이폭력피해여성들의자녀분들까지이런폭력피해가대물림되는상황에대해서말씀을드리려고했었습니다이번수년에는제직업은그세대의아이들의지원에대해서바뀌었습니다この次世代の子どもたちにまで、すごい影響っていうかやっぱ暴力を受けた後に抑うつ状態が長く続いてその中でまた、再度暴力を受けたりとか経済的な支援を断たれたりするとその中で一番、影響を受けるのは子どもたちだし、子どもたちが孤立していくでその、子どもたちの支援っていうこの。2年ぐらい本当に厳しい感じでやってきているので今日ちょっとその話しようかなと思ってお時間がないのででもそういうふうに実は性暴力っていうのが当事者だけではなくてですね次の世代にまで大きな影響があるんだということを、伝えていかなきゃいけないなっていうふうに、ここのところ思っています。もう時間がおられるということで大丈夫ですか、大丈夫ですか、あれ、あ、違う、そうか、시간때문에많은말씀을드리지만そう、それでですね、今年はまあ、ですね、日本の女性たちも昔よりはですね、割と早くつながるようにはなってきたし、相談してくる女性たちはですね、やっぱり警察に訴えたいというふうに言うようにはなってきました。私はやっぱり30年前ぐらいから話を聞いているのでその当時はそういう女性たちはまあ我慢して、地域の中にいて、売薬痛み止めを飲んで、一人静かに暮らしているとか非常に孤立した生活をしていたというふうに思っています、決していなかったわけではなくて戦争の問題もあったので私は実は多数いたというふうに思っています。ただそんなことを挙げられるような状況ではなかったというふうに思っています。それで、私がまあ施設を開いて26年前仲間たちと話をし始めたら30年前ですがその当時は、性暴力に関して、女性たちの勘違いだっていうふうにですね本当に言われていたので私が相談に乗るとですねお前が聞くから話すのだと言われじゃあなんで私日本中から話しに来るのっていうふうに、まあ、思っていましたけれどもそれはさすがに今は、性暴力を受けた性虐待がある虐待があるいじめがあるということを話をしても、一応信じてもらえるようにはなりましたでも本当は、みんなが語っている暴力は本当に10分の1もすら語ってないだろうなというふうに思っています。それで、ですね、私の感覚としてはやっぱり早く治療につながればつながるほど回復するなということと、その
まあ、現実に、いろんな状態の人たちがいて、そのまま大学に行って社会に出ていける、人たちもいれば、それから、そのまま、ずっとちょっと重い病気になっていくような人たちもいて、でその重い病気っていうのは、多重人格にの問題であるとか、統合失調症になっていってしまうような人たちがいたりとかですね、それから、感情障害が残るような人たちがいたりとかですね、やっぱりすごくみんな生き延びるのとても大変です。分かった。제가이제오늘말씀드리려고했던거는폭력피해특히이제세대간에이렇게부모님들당사자피해여성만의문제가아니라다음세대와의문제하고관련이있다라는말씀드리고싶었고차세대여성들이굉장히그차세대여성들차세대에게도굉장히이렇게그영향을미치고있다폭력피해를받으면여성이다시우울한상태가되고거기서다시폭력이다시입을그런확률이높고이렇게경제적인지원이끊기고이런상태가되되는게많기때문입니다제가지금지원활동을30년정도하고있는데초창기만해도이런여성들이그랬었죠네가제가이제그런얘기를지원자로서듣고있으면이렇게얘기했습니다네가피해를말하기때문에사람들이말하는거다네가듣기때문에네가들어주니까얘기하는거다그러니까학대가일어났다성폭력이일어났다성적학대가여성에게일어났다는것자체를부정하는그런시기였기때문에그때와비교하면지금은사실일본여성들이연대가없다고는하지만그래도많이빨라졌고좀더많아졌다라고는말씀드리고있을수있겠습니다사실예전에는여성들이굉장히삼고있었고그리고그안에서고립되어있었고그리고너무나아픔이계속됐기때문에약물을먹을수밖에없는그런상황이었었거든요정말빨리하루빨리지원과연결되지않으면 여성의폭력피해를받은여성에게굉장히무거운증세가나타납니다다중인격조현병이런것들모든것들이나타난게있기때문에사실저는고발을해도해도이10분의1도지금못미친다라고생각을하고있습니다실태에대해서それでまあ私は大学女性班長ともに斉藤クリニックっていう斉藤悟さんがやってるクリニックでですね女性のグループをもう24、5年やってるんですけれども、その女性のグループはまあ実はすごいいいグループでそのこの間、21人の女性でグループをやってたんですけれどもこれ20年経ってる人10年経ってる人、5年の人今日逃げてきて本当にまあもうすっごい危ない危険な人が混じってこの間ミーティングしてたんですけれどもこの女性たちがですねまあみんな助け合ってっていう感じに今なっていてですねで私はみんなと話し合いながら自分たちのこの状況っていうのをどういうもので表すのかっていうのを先日話し合ってました。で初めの 3年から5年は緊張度 120% 次の5年が 98% 10年ぐらいになってくると時々緊張が 40% ぐらいに減ることもあるで、10年以上経ってくると人に相談ができてそれから、自分に起きてることをなるべくいろんな人に知っておこう知っておいてもらおうということができるようになって、という話を、まあ、この多重人格の人がしてたんですけどもこうみんな自分に起きてることを全ての人に知ってもらおうなんてことを思えるようになれるのっていうふうに言ってみんなで大笑いをしてしまいましたで、まあ、そんなの絶対さ人に自分のことがしてほしくないってでも最後に、まあ、その生き延びてきた人たちがですね今はどんなことがあっても私はいろんな人に自分に今何が起きているのかを知っておいてほしいというふうになっていてそれはちょっと私自身もとても感動しましたけれどもでもやっぱりみんなの得意言葉が死にたいっていうのから疲れてるのに帰るって間違ってない死にたいじゃない疲れてるとても疲れてるそれでまあそんな風にですね、超面白いそれで一人のねメンバーが
あの自分がフラッシュバックしてるんじゃなくて精神科医がフラッシュバックしてるんだって言い放ったと思う。それがみんなの壺に入ってですねそうだ私たちじゃなくてあいつらがフラッシュバックしてるのであるということを言って先日笑いました。じゃあ그힐링에서함께하는그룹모임들이있습니다폭력에서빠져나온지25년된사람15년된사람10년된사람오늘바로폭력을색출한사람이런지모임이있는데거기서보면그폭력에서당장탈출했는데이제살아남는게얼마나힘든지알수있는데요긴장감이 100% 그죠오늘이면5년지나도 100% 긴장감이있고요또5년10년지나도 98% 그10년지났는데긴장감이그 4% 밖에줄지않는경우도있고가끔가다가훨씬줄어드는경우도있습니다어떻게하면함께얘기를하면서피해여성들과어떻게하면도울수있을지이런얘기를하고있고요특히이제여기서중요한것은여성들에게일어난일이무엇인지스스로말하게끔하고모든사람에게알리자라는얘기를하고있습니다이거굉장히힘든일이라서살아남는데굉장한그이런것들이무슨일이일어났는지이해를못하고있는경우가많고요내가폭력을입었어도그냥죽고싶다라는말만하는거죠모임을가져도그럴때죽고싶은게아니다그냥단지힘든다지쳐있을뿐이다이렇게얘기를바꾸자라고저희몸에서얘기를하고있습니다정말심한케이스에서는이런얘기를듣다가이제이분들이정신과의를만나면정신과의가이런이학대받은얘기를듣고본인이그냥거기안에스플래시백을일으킨경우도있었습니다그정도로학대가심한경우가정신과의에게도영향을미칠만큼학대가심한경우도있었습니다じゃあ、最初に自己紹介をしたいと思います。私は70年代から依存症、アルコール依存症の精神科の病院に勤めてからですね。で、その一方で、当時上野さんたちも含めた第二波フェミニズムの、言説に関心を持っていました。제가ノブタンコウラと합니다。자기소개를말씀드리면、70年代부터제가アルコール중毒관련해서그병원에서그당시는여기계신이제그외면선생님께서제2파페미니즘그진그레디컬페미니즘이일본에서생겨날때였습니다その結果80년代から女性の依存症に関心を持ち、それからカウンセリング今話にあった斉藤ドクター斉藤悟と一緒にいろいろな摂食障害や暴力やそれから薬物依存とかそういう問題のカウンセリングに携わってきました。80年代부터여성이제이런그페미니즘제입방통이있고나서여성의의존에대해서카운셀링이시작됐습니다그래서섭식장애문제여성들의폭력피해문제약물중독문제이런거를사이토세토시라고하는정신과의라고함께이제많이제기하고문제제기를하고활동했습니다その中でどうしても納得ができなかったのはアルコール依存症の妻が病気であるという例えば強依存ですね強依コーディペンデンシーという概念がまた納得できなくてなぜかといえば彼女たちがものすごく酔った夫から暴力を受けているでそれがなんで病気にされなきゃいけないのかという怒りがありました제가이제여기서그런문제를하는중에납득이안가는문제가있었죠알코올중독남편들여성들이그남편을떠나지못하는공의존문제에대해서이해를하지못하는でもう一つはやはりその子どもたちの被害、例えばアルコールのお父さんを見てですね名乗れるお母さんを見て子どもたちがものすごく影響を受けているということで96年に、日本でアダルトチルドレンという言葉が広がって、それに関して、関わるようになりました그때이제그여성들이이제 맞죠공무지원하면서남편에게맞으면서도떠나지못하고아버지는알코올을하고이것들이아이들에게피해로이어진다그래서어덜트칠드런이라고그때얘기됐지만실은이런폭력의문제가있다는걸얘기했습니다でその頃に東大で上野さんのゼミに参加をしてですね個人的なものは政治的であるということと同時に家族が実にポリティカルであるということを学んで非常にいろんなものがすっきり見えるようになりました그때이제저희가동경계에서그외연생그좀
수업 때도 같이 나가가지고 가족이 굉장히 정치적인 구조 안에 정치적인 것이다, 정치적 구조에 있는 것이다. 그때 센다 선도도 왔습니다. 그때 여기 계신 센다 씨하고도 그때 만났습니다. 네. 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 왜 제가 지금 오늘 DV 관련에 관여하게 됐다고 といえば, 물론 이런 움직임도 ありますけれど, 내각부가 일본에 캐비넷도 됐어요. 内閣府が DV 加害者プログラムというものに、まあ、調査をすることになったんです。でその先だって2001年に DV 防止法ができました。韓国から 4,5 年遅いと思います。韓国보다조금늦는데이제 4,5 년정도 DV 그방지법폭력방지법여성에대한도메스틱바이올런스방지법생겼고요이때이제일본의내각부에서관료들이이제 DV 가해자에대한교정프로그램에대해서관심을갖기시작했습니다。まあ、その時にまあ調査をしたんですが、その調査をきっかけに、まあ、私たちは日本で DV 加害者プログラムをやろうと思ったんです。で、이제저희가調査를시작으로저희가이제하면제가하면서이제가해자프로그램을좀해보자이런생각을했었는데요。その理由は、とにかく被害者が逃げる、そして全てを捨てて子供と共に逃げて生活保護を受けるというようなあまりに不平等なあり方に対して怒りを覚え。一方で加害者は何もお咎めがないという、こういう現状をどうにかしたいと思ってですね、まあ、DV 加害者プログラムに関わろうと思いました。それは一つは変な人がやったら困ると思ったんです。그리고저희가해자프로그램에사실관심을가진이유는왜냐면피해자가막밤중에애데리고도망쳐야되고이런거에현실에대한굉장히분노가있어왜피해자만이렇게해야되는가그리고다른사람이잘못들어가면가해자들은교정프로그램잘못된사람잘못들어가면안된다나라도해야된다라고생각이듭니다。 DV 加害者プログラムは構造的に性犯罪者加害者のプログラムと3分の2ぐらい同じなんです。구조적으로보면일본의가해자그가정폭력가해자들프로그램은성범죄자가해자에대한교정프로그램과3분의2정도비슷합니다。その理由は加害者のほとんどが男性であること、そして2つ目は繰り返されること、3番目はその男性に染みついた非常に、まあ、今日のミソジニーもそうですけど、その染みついた考え方がその犯罪の根底にあるという、この3つが、共通点の根拠です。그이유는뭐냐면생각해보세가지로얘기할수있는데가해자의대부분이남성이고이런범죄가되풀이되고있다성범죄든폭력이든가정폭력이든그리고이근처에남성들근처에는오늘미소진에대해서얘기했는데여성혐오에대한이런정말뿌리깊게박혀있는문화가있다。네それから今日まで NPO 法人主催で13年間 DV 加害者プログラムを続けています。그리고이제 NPO 법인을만들어서제가13년간가해자교정프로그램을시행해보겠습니다。参加者実数は140人を超えました。참가자로보면150명정도가넘었습니다。で、まあ、効果に関しては今私たちは研究していますが、すでにアメリカでいくつかの DV 加害者プログラムの効果に関しては効果があるという結果が出ています。저희도이제이효과가측정해보는걸하는데요이제미국의프로그램을좀사용하고있는데보수효과가있다는결과가日本ところが日本は残念ながら申告罪なので DV のまだ。근데이제일본은아직가정폭력같은경우친고죄에해당이됩니다。で韓国やアメリカやカナダのように裁判所命令で参加することはありません。韓国やカナダや미국처럼친고죄가아니잖아요그런게유감스럽게보는そこが非常に限界でもあるけれど、カナダの公認のパブリックな DV 加害者プログラムはドロップアウト率が 46% ということです。で私たちは、ドロップアウト率は 0.6% です。저희가캐나다같은경우도한계는물론있는데저희는가해자보험잘해서도중에탈락되는비율이 0.9% 에캐나다같은경우도 40% 인데굉장히적습니다。その理由に関して今日時間がないので私の推測はまあさておきですね。で、まあ、私は DV 加害者プログラムをやってきて今思うことはですね、一つは日本で法制度を変えておるいただきたいと。やっぱり申告罪じゃなくて性犯罪と同じように、まあ、今年非申告罪になりましたけれど、DV も非申告罪にしてほしいということです。
제가 이제 가해자 프로그램을 해오면서 그 실감했던 거는 법 개정 필요하다. 성범죄가 지금 올해 일본의 친권제가 폐지되었는데요. 마찬가지로 가정폭력에서도 필요하다는 점이고요. そうすると一つの危惧はカナダもアメリカもそうですけど、加害者プログラムをやる人たちが フェミニスト的なものからどんどん遠ざかるということです。이런것들이이제실시되면좀그재그런현상이공통적으로발견한되는현상이있는데페미니즘에서부터멀어진현상가해자교정부등이런현상이여러나라에서일어나고있습니다일본でも実にそのあたりは微妙なところで、つまり加害者プログラムってものすごく難しいんですよ。つまり被害者支援の立場で加害者に接しなきゃいけないっていうのはもう実にダブルトリプルで非常に難しい。그굉장히어렵습니다왜냐면페미니즘에서이제피해자를지원하는이런그런입장에서미묘하죠가해자까지어쨌든소프트한그런さらに性犯罪者プログラムのエビデンスによれば被害者共感というのは非常に性犯罪者プログラムで被害者共感というのは大きいんですね。つまり被害者の苦しみを理解するということが次の犯罪の抑止になると考えられていたんです。그리고이제성범죄가해자들을위한교정프로그램에서는피해자에공감하는것이굉장히이제필요한것이다라고하나의일종의어떤여러프로그램실시효과적인측면확실하게증명이됐는데요ところがそれを裏切るようなエビデンスが出てきました。カナダの有名な先生なんですけど、それは被害者共感を強調しすぎると再犯率が上がるということが分かった。근데완전히반대의결과캐나다에서나왔습니다또최근에는피해자공감할수록또다시성범죄를한다라는게이런남자들이정말로굉장한문제다라는게네가해자가피해자의피해에공감할수록다시재발이높아진다라는기존의연구결과야주역또반대의결과가나왔습니다그러니까이말은가해자들이자신의가해자성에대해서마주하지않는다라는증거로해석해볼수있습니다두가지전혀반대입니다이런것은결과的に今の性犯罪者プログラムの主流は、そしてそれは DV 加害者プログラムの主流にもなりましたけれど、どんな生活を送りたいか、自分がどんなより良い生活を送りたいかっていう彼らの将来に対する希望をはっきりさせて、そこから遡って現在を考えて行動を変えていくという、つまり過去の自分の犯した加害を直面するのではなく未来を見てやるということの方が再犯率が下がるという結果なんですね。최근에이제가해자프로그램에서조금주류가된게과거의가해자가자신의과거에직면하는것이아니고장래에어떤인생을보낼것인가이미래쪽에더무게를두고가해자프로그램이こういうことを言うとね、本当に性犯罪の被害者はもう耐えられないと思うんですけれど、実際そうなんです。だから刑務所の役割は彼らに反省させてもう苦しめることではなくて、つまりカナダは死刑がないので必ず社会復帰して再犯率を下げるってことが至上命題なので、そういうふうにプログラムが変わってきています。그이런식으로하면사실성범죄피해자들은견딜수없는심정이실것입니다그렇게될텐데요주류는어쨌든이런식으로변해가고있고요캐나다같은데서는특히사형제도가없잖아요그럼사형제도없는나라에서는어떻게든사회복귀를하기때문에이복귀후에재발하지않고살아가는거에중심되기때문에주류가이런식으로바뀌고있다는점은유의해야됩니다 DV 가능자프로그램은이러한새로운방법이생まれていますけれど、私が一番共感できるのはオーストラリアの、私が翻訳した本があるんですけど、アラン・ジェンキンスっていう方の、その人はミシェル・フーコーからラカンとか、そのような非常に哲学的な経過を経てですね、いわゆる心理学から距離を取ったプログラムを作ってるんです。ですから心理学による加害者プログラムはほとんどダメっていう、私はこの暴言なんですよ。심리학って犯罪的だって、ここだけは言うけど。アラン・ジェンスキー。アラン・ジェンキンス。ジェンキンス。はい。すいません。그가해자프로그램에서가장제가좋은건호주의알란 제임스라는사람이있는데그분의프로그램그고하는그영감을주는프로그램인데심리학의기존에기반을둔이가해자프로그램들은다안된다정말심리학은그게있어요여기에서얘기지만제가솔직히고발이좀범죄학이다가해자들한테아주
아주 동떨어져 있던 푸코나 그 사회학자들이 인용한 이런 식의 프로그램이 가해자들로 더 좋다고 생각합니다. 저는 심리학에 기림이 아니ませんので 저는 심리학에 머리를 갚아야 할 필요도 없습니다. 제가 카운슬링을 하고 있습니다. 카운슬링을 주로 부모로부터의 피해자, 남편으로부터의 피해자, 그리고 미시라는 사람, 미시ってるんだ 性犯罪の 피해자에 저는 책임이 있고 心理学には義理も責任もないのでこういうことを言いましたけれど本当にカウンセリングに来る被害者に役に立つような学問こそが意味があるというふうに思っております。以上です。被害者女性に行きましょう。被害者に行きましょう。被害者女性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 に行きましょう。宮下と申します。いいですか。はい、始めちゃっていいですか。宮下桐生と申します。私は社会学者で横にいらっしゃる上野千鶴子先生大先輩ですけれども、一昨年対談で非婚ですがそれが何かという本を出させていただいたのと、そちらにさらにいらっしゃる仙台由紀さんは、日本女性学会にお誘いいただいたりして報告させていただいたり、あと女子会 2.0 という本を教授で書かせていただいたりしております。で、私に与えられた課題が日本の若年女性のフェミニズム感と女性の生きづらさはどこからということで、先ほどからちょっと大きいんですけれども、一つですね、韓国の皆さんのその連帯とか運動を起こしていくこと、政治的なことは個人的なことは政治的、政治的なことは個人的なことであるということで、女性が類としてある意味では立ち上がったりということが比較的こうなされていると思うんですが、日本の女性は一つには特に若年層に関してはそのイズムとか運動とかそういった政治的な行動を起こすこと、それ自体に対してなんだかこれは自分とは関係がないことだというような感じで、非常になんていうか政治的にものを考えるとか、あるいは人権とか民主主義について主張するとか反対を何らかの問題に対して反対を叫ぶとかいうことに対して非常に抵抗感が強い傾向があるんですね。例えば研究会報告で、はい、저는 미나스타 기구라고 하고요. 사회학자이고 여기에 계시는 이제 그 대선배의 은생의 사회학을 하고 있는데요. 비혼이란 무엇인가? 비혼이지만 그것하고 대책도 같이 대담을 했고요. 또 여기 계신 센다이 기노쌤하고는 일본 여성학회에서 같이 발표도 하고 같이 책도 썼는데, 여자들 모임 이렇게 해가지고 최근에 현대 사회 현상을 분석하는 글을 썼습니다. 아까 한국에서 연대가 굉장히 개인적인 것이 정치적인 것이, 정치적인 것이 개인적인 것이다 라고 얘기해서 굉장히 분열이 일어난, 분노하고 일어난 여성들에 대해서 얘기를 해주셨는데, 일본의 젊은 여성들은 지금 그렇지가 못하고 나하고는 좀 이듬이랄까 운동, 주의 이런 단계가 없다라고 생각을 하는 게 대부분이고, 특히 인권운동을 하시는 분들은 민주주의나 이런 저항운동에 운동에 대해서 저항감을 갖고 있어요. 네, 이제, 그래서 어려운 상황. 例えば研究会報告で人権とか民主主義って言葉についていいイメージか悪いイメージかって、意識調査を学生たちにとったら半数以上が悪いイメージって答えたとかいう報告もあります。특히최근에학생들한테조사를해보고인권민주주의에서나쁜이미지를갖고있다는반정도가있다는そういう政治的な争点を争うとか正しいことを述べる正義を述べるということについての抵抗感が若い世代は多いように思うんですね。젊은世代全体적으로정치적인것을어떤것으로의제로경쟁한다거나서로뭐싸운다거나이런것에대한저항감이굉장히큽니다。日本のじゃあ若い女性はフェミニズムをどう考えているのかということを、レポートやリアクションペーパーなどを取ると、こんなような感じです。日本、그럼여성들이、젊은여성들이어떻게フェミニズムを생각하느냐、그러면イメージは이런イメージ。で、どういう人がフェミニストですかっていうと、上野千鶴子さんと、あと、田島陽子さんが出てこないんですが、テレビによく出られていた方で、英文学が専門で、フェミニズムの視点から、ジェンダー論の視点から飾られてたんですけれども、どうもなんていうか、こういう。이미지가페미니스트에대해서일본여성들일반적으로생각하는이미지이런이미지입니다지금보시는근데여기그다지마용고라는영문학자인데텔레비전에많이나왔거든요젠더관련해서그많이나와서이분을먼저연상을했죠자페미니
ズムってなんだか悪いものですかって聞くとそうでもないとは言うんですね。그러면나쁜것이냐라고하면그렇지도않다페미즘이이렇게는대답을합니다多くの学生は自分たちに関係がないと思っている節がある。근데그관계가없다나하고관계없다나쁘진않지만나하고관계가없다라고생각하는게많은학생들이느끼는생각입니다まあ、それは教育で何とかしていくんですけど教育해서어떻게든해야해요でちょっと気になったのが最近海外でこんな女性自身がI don't need feminism っていうサイトを作ってですねその理由を一人ずつ述べていくっていうのがあって結構物議を醸していくつもいいね1万6000件ぐらいついたりしてるんですね해외에서좀제가마음에걸리는건있는데나는페미는필요없다라고해서이렇게해외에서이유를막자기가생각하는이유를올리는겁니다例えばもう男女平等なんて当たり前のことなのになんでフェミニストはこれを言っているのとかこれはフェミニストの成果によって成し遂げられたものだということを若い世代は知らないないしは興味がないでもひどいのになるとってひどいというのもなんですが私はレイプサバイバーだけど男が怖いと思ってないからフェミニズムはいらないとか굉장히이거어떤메시지냐면요 남녀성별은당연한건데뭘왜또말하냐그러니까이남녀평등을외쳐온여성들이있었기때문에이게 당연하게된건데이런거를전혀고려하지않고요또정말심한거는나는레이프생존자강간의생존자인데남자들은하나도안무섭다이런거이런よくフェミニズムの勝利というのは完全にフェミニズムが語られないぐらいに男女平等が達成されたらなんてことを言うんですが私はでもこの彼女たちの言っていることを見てやはりこれはフェミニズムが誤解され歪曲されて流布しているということではないのかと思ったわけですね。フェミニズムを읽으면フェミニズムが얼마나왜곡되고있고오해되고있는지알수있습니다で日本の特に若い女性たちを見ているとここまであからさまに言葉にして反対の意をあらわにすることはないんですがでもこれに似たようなイメージを持ってしまっているこれはだからフェミニズムはある意味若い世代に文化的戦略としてまだまだ足りないものがあるんじゃないのかというふうに考えています일본여성들은사실노골적으로젊은여성들여기까지는얘기는안하는데요그페미니즘이무엇인지에대해서문화전략이랄까이런게거의없다고할수있습니다일본의若い女性はあえて안티페미니스트を語ることすらないほど페미니즘에興味がないのだろうかという問いをちょっと立ててみたいんですが제가이제문제제기를하고싶은것은일본의젊은여성들은안티페미니스트라는것조차말하지않을정도로で例えば相変わらず女の幸せって聞いて思い浮かぶの何ですかって学生に聞くと学生들을물어보잖아요出てくると大体今こんな感じですね子供に囲まれてとか家族の笑顔とか結婚とかすごく難しい問題ですけど女性は私の幸せは一人で追求可能だけれども女の幸せってなるとスタンダードではない一人だと追求できないともう思い込まされてしまっているところがあってそれが望ましさとか好ましさと不可分の関係にあるのでなかなかこれ解体が難しいんですね。그나자신이뭐스스로행복한거이런거는말하지만여성으로서행복하려면이렇게해야된다라고이게바람직하다라는거고이윤리적그런바람직하다이런거하고연결되어있기때문에굉장히힘든데이걸해지시키기가日本の若年女性は今専業主婦志向がむしろ高まる傾向があって10代後半から30代までの独身未婚女性ですね専業主婦志望者は 34% って統計もありまして3人に1人ぐらい、まあ、統計にもよるんですけれども大体まあ未婚女性3人に1人が専業主婦になりたい。그래서그일본젊은여성들10대후반에서30대까지이제보면전업주부가되고싶다는그바람이엄청많이늘었습니다 3명중에한명이전업주부되고싶다一方男性はもうそれ難しいと思ってるので 19% 程度しか専業主婦を望まない5人で1人程度になっちゃったんですね5人で1人程度になっちゃったんですね私の学生のリアクションペーパーやアンケートでも大体男子学生は8割方共働き志向です何年でも제가대학에서남학생들을가르치고있는데학생들을보면남학생들이 80% 가맞벌이하고싶다이렇게얘기합니다ただちょっと内容が
働きたいなら働くことを許してあげてもいいと思います。그다음내용은이렇죠여성이일을하시는데가허락해준다이렇게쓰고있습니다이렇게거의항상이렇게안쓰고있습니다위에から目線のなんか共働き思考なんですね。자기가윈거죠남아でも現実に例えばあの専業主婦になりたい女性が何で多いのかというと、まあ、まず第一に専業主婦はセレブなのかということで子供のいる2人親世帯つまりお父さんお母さんがいる世帯の平均世帯年収夫はみんなサラリーマンで妻の就業形態別に見ますと妻正社員だと平均世帯年収798万円専業主婦は618万円ですがパートアルバイト、妻がパートアルバイトに出てると552万円と専業主婦世帯よりも低いんですね。例えばこのように、まあ、若い女性はですね、こっちの上の専業主婦、セレブ妻になりたい、こっちのパートアルバイトに出たくないんですね。그래서이런전업주부를왜이렇게지향하는가보면쉽게알수있는것이여성이들이이제아이를둘더쓸경우에그부모수입을보면그전업주부층이618만의연간수입이이렇습니다그런데전업주부가아니고여성이일하는파트타임으로일하는경우에그전체세대의수입이적습니다専業主婦世帯は富裕層と貧困層に二極化しているので上の方はもっとセレブなんでしょう그러니까전업주부를둔층 자체에서격차가엄청나게벌어질것같다는걸빈곤과그부유로완전히양극화되어있다는걸알수있습니다であともう一つがワーキングマザーは、まあ、これ家族社会学者の品田智美さん あの調査ですけれども先進国で一番の働き蜂は日本で結婚して子供がいて働いている女性であるということで、まあ、この統計とかはまあもう時間ないので読んでくださればいいんですけれども要は日本の女性はもう40代半ばを過ぎるとパートなどで就労に出ている人たちの方が多数派になりますがでも家事育児介護などのケア負担は女性に一任されているところが多いんですね大体まあ女性は平均男性の5倍の時間家事に費やしているしあとまあ仕事と有償労働と無償労働を合わせた総労働時間で見ると男性より1日あたり50分ずつ長いということで、まあ、そんなわけで、こっちで見ていただくと睡眠時間先進諸国では珍しい傾向なんですが韓国はちょっと存じ上げないのですが全年齢階層10代から85歳以上まで赤い線が女性青い線が男性ですけれども女性の睡眠時間が男性より短い特に一番寝ていないのが40代後半です一緒だと思いますそうですか韓国에서도비슷한상황인데요이제일하고있는여성들이대체로일본여성의삶은40대가되면이제결혼했다가40대가는파트타임취업자로이제나오게되는거죠그래서나오게되는데이그5배정도가사노동경합하고그다음에유상노동무상노동가사노동비무상노동까지포함시켜보면하루에50분정도더일하고수면시간적고이런건다한국에비슷하다85歳過ぎると同じぐらい寝るんですけども、皆さんの場で書かれたように、85歳過ぎてるともう 83% 以上ですか。夫が亡くなってますね。수면시간이85세를넘으면남경은비슷해지거든요。여자가덜자는데사실남자들이이때다죽었다는걸알수있어많이죽죠。먼저죽기때문에。このお母さんは家族の誰よりも先に起きてお弁当と朝ごはんを作ってそれで洗濯して洗濯干してる時に2秒ぐらいお父さんがそうやってそれで子供を送ってって迎えに行ってその間仕事してるんでしょうけどで張り付かれながら買い物してご飯食べてる時にお父さんになってこれでも生活時間配分調査結果なんかから見ると大体こんな感じだと思うんですね。日本の전형적인가정국민의모습이있는데요엄마가누구보다제일먼저이렇게밥을만들고아버지는일주정도출연을하고하지않는다これ確かに専業主婦になりたくなる気持ちもなんかちょっとわかるような。그렇기때문에이런보면이제이런현상을보면전업주부가정말되고싶다그위층의위계층의전업주부되고싶다이런기분도알수그이해가갑니다아또日本の女性に関する政策というのはとても矛盾だらけなんですね。일본의그일정의여성정책이라는게굉장히모순투성인여성정책입니다86年に雇用機会均等法が施行されるのと同時に派遣法も施行され同時に第3号被保険者が導入されたんですね
그때 그 86년도에 이제 남녀고용계 근근법 생겼는데 그때 굉장히 모순적인 상황이 파견법이 돼서 파견으로 여성을 그 굉장히 쉬운 노동력으로 쓰는 이런 법도 이렇게 만들어졌거든요. 예를 들어, 그것은 専業主婦になった方がお得なのか、それともキャリアウーマンを目指してほしいのか、実質使い捨ての派遣労働者にしようとしているのか。 그러니까 쓰고 버려지는 파견 노동자로 여성이 될 것인가 아니면 캐리어를 쌓고 쌓을 것인가 이런 식으로 고민하는 듯 했지만 이 둘 다 여성을 그 괴롭히는 법안 2015년 女性活躍推進法가 成立したと 동시ぐらいに また 파견법도 改正されて いよいよ企業は人を変えればいくらでも派遣が使えるようになりました 2005년도에 이제 비슷한 상황이 연출됐는데요. 그 여성직에 대한 그 추진 계획, 여성 인력을 추진한다, 더 많이 개발하고 추진한다는 계획이 있었을 때도 다시 한번 파견 개정법이 되면서 여성을 노동을 값싸게 쓰는 그런 법이 또 개정됐습니다. 요술은 여성에 대해서 분단 통치가 시작되어 있습니다. 그러니까 우리가 알 수 있는 건 여성에 대해서 분단해서 여성을 분단해서 통치하는 전략이 있다는 걸 알 수 있습니다. 一つ、いいとこ取りばかり女性に押し付けてくるので、例えば少し前に女性手帳問題っていうのが起きました。 これは 35歳を過ぎると妊娠出産が難しくなるので 34歳までに子供を産み終えておこうという形で若い女性に啓発しようとしたんですが、当の女性たちから余計なお世話だの大合唱で、この時に女性は一部になったんですけど、取りやめになったということなんですが、 이번에 여성 수첩 사건이 라는 게 있었는데 35살 미만의 여성들에게 빨리 출산을 하자 이런 걸로 출산에 관한 정보를 담은 여성 수첩을 배부하려고 했던 거죠. 그래서 여성들이 화가 나서 이거는 쓸데없는 참견하지 말라. 근데 세부는 수의조する 유통생의 라이프코스 관리職になれる程度に 호화이트から 노동자에 勤めて で、なおかつ子供34歳まで2人程度産もうと思うと計算するとこういうライフコースになるというのをですね、ちょっと書いてみました。まず22歳大学卒業までにファミリーフレンドリーな企業に内定をもらいます。 제가 이제 우등생이라는가요? 여성 가운데 우등생의 관리, 그러니까 그 대기업의 관리직이 될 수 있는 코스를 한번 적어봤습니다. 먼저 22살 때 대학에서 대기업에 입사를 앞두고 있습니다. で、3年間その後、地下の血眼の子で婚活をして25歳までに半旅行をゲットします。で、その3年間、3年間、열심히결혼활동을합니다。결혼하기 위한 하지만요。今、結婚する相手との平均を付き合い年数が4年なので、29歳までに結婚しようと思うと逆算するとこれしかありません。25歳결혼을하고요。지금、여기서우등생 그걸 맞춰봤습니다. 35살 이전까지 두 명의 애를 낳을 수 있는 여성에 그래서 교제하고 있을 때 프로포즈를 이제 다 포함해서 어쨌든 28살까지는 다 그 결혼을 맞춰야 됩니다. 조금 시간을 주셔서 申し訳ないですが, 네, 이마다니 남성から 프로포즈가 84%, 이거는 리크루트 소견 조사입니다. 나노데 婚約してから結婚までに半年から1年ぐらいかかるので逆算して交際3年以内にプロポーズに持ち込まねばなりません。 이거는 지금도 일본에서 이제 남성이 조사를 해봤더니 남성이 프로포즈하는 확률이 여성보다는 남성이 전체 프로포즈의 83%입니다. 그래서 예, 어쨌든 3년 이내에 프로포즈를 해야지 결혼할 수 있습니다. で29歳で結婚して妊活して30歳で妊娠して31歳までに第一子を産み終えねばなりません。 이걸로 이제 역으로 제가 계산을 해봤더니 29歳까지 결혼을 하고 그 다음 임신 활동을 해서 열심히 30살까지 임신을 하고 31세까지 첫 번째 아이를 낳았습니다. 1年間しか間がないということは排卵回数12回しかないわけですね。 그러니까 1년 동안이면 배란횟 수가 12번밖에 없거든요. 認可保育所の次年度の締め切りは11月なので、最短年限で戻ろうと思うと8、9、10月に産むのがベストです。 보육의 원의 아이를 낳으면은 11월 이제 그 입학원서를 넣어야 되니까 그 11월 이후에 나면은 늦잖아요. 보육 대기를 해야 되기 때문에 공공 보육에는 그래서 8, 9, 10월에 나올 수 있도록 하기 때문에 임신 활동 기간은 굉장히 줄어듭니다. 1년이 아닙니다. 하이란 3회しか 찬스 나이 있어요. 배란 3번만 찬스가 있다고 할 수 있어요. 스나이퍼です. 스나이퍼 수준이죠. 임신 중から復活して託児先を確保し 32歳で職場を復帰します.
그래서이제탕화를어떻게든확보를하고자신의노력으로32세때그회사에で第一子は泣いても喚いても1年以内に卒業して肺炎を回復しないと子供次が産めません。그래서또빨리1년이내에이제저생뗀다음에아이를그다음또임신에노력을해서33세두번째아이를낳는거죠。33歳で第二子を妊娠して34歳で第二子を出産し、これらをこなしつつ妊娠予定の30歳までにまた腹に合わない程度に産休を取得する程度のキャリアを確立します。이렇게모성애가이렇게해가지고34세대까지두번째아이를출산을해야되고이걸다하면서임신예정일때30대까지그어저모성애가는어떤그괴롭힘받지않아야되죠그직장에서그러니까막조세가지역수신후원때일본조세초진화계획을그렇게그러니까저는일본정부의일본그이런여러가지그행정당국의이런법안들이나예그런것들이일본여성초인으로만드는그런계획입니다슈퍼우먼これやっぱり24月状況なんですよね。女性は職場など公的な場で女扱いされると、まあ、侮蔑の対象になるけれども、私的に女として見られないこともまた侮蔑になってしまうという状況。そう、公的な場所、公的な場所は女性に女性対応をするんですよ。一緒に억압이라는です。ちょっと巻きでいきます。あとはまあ例えばでも一方で女性はフェミニズムよりもリアリズムの意味でポップカルチャーや特に女性向けの漫画なんかの表現だと最近男性批判目線のものでヒット作が目立つんですね。이요새이제페미니즘은아닌데그리얼한그리얼리즘그러니까현실적인걸드러내는팝컬처만화나이런것들인기를얻고있습니다。ドラマ化されてヒットした海の津波逃げるが恥は恥だが役に立つで家事を完全にもう24時間住み込みでもって受け負う代わりに、まあ、お給料もらいましょうという形でヒロインの三振りが会社員の平正に持ちかけてそれで偽装結婚をするっていう漫画なんですよね。이내용은한국에서번역된말인데도망가는게도망가는건부끄럽지만도움이된다라는제목의만화도드라마로도만들어졌는데그래서여성이가사를다한조건으로위장결혼을하는남성이회사원남편위장결혼을하는거예요。でも2人の間に恋愛感情が芽生えて本当に結婚しましょうとなったらじゃあ給料なしでいいですねになってこれブラック労働企業じゃないかいになってしまうという場面ですね。이장면은뭐냐면그러던중에이제연애감정이생기는거죠。그래서결혼하자이렇게되니까 남자애가자다가이제회사원이아그럼이제부터월급을주지않겠다가되는거죠。결혼하니까그래서블랙기업이아니냐착취기업이아니냐이렇게여자가생각하는장면입니다。ブラック企業労働なのかっていうの書いておきましたので、ちょっと時間がないので読んでください。かなりブラックですんで、はい。であとはこれも面白いんですよね。鳥海あかねさん最近注目してる漫画家さんですけど、地獄のガールフレンドって言ってすごいモテるヒロインなんですけど、おっさんと既婚者のおっさんと 女性の合コンっていうのが結構あるらしくて、それに行ったらもうこんななって、いやこれもちょっといいですかね。あと最後にこれだけ活婚っていうのがありまして、幸せな結婚するためにと言いながら、実は男性 のすごくリアルな問題点はですね、頭がいい女が好きっていうのとバカな方が可愛いってどういうこと、これは俺の存在を脅かすなんてことだよねとか、そういう感じの漫画があったりとか、若い女性たちにすごく影響のあるそのポップカルチャーのところでは、フェミニズムの形ではないような形でフェミニズムの宣言のようなものも織り交ざってきているという状況です。ちょっと長くなって申し訳ございませんでした。資料奥さん多すぎたんです。すみません。そう、두번째는地獄에서온걸오지옥중에서온걸프렌드라는말인데요새최근에일본에이제기혼자남성하고미팅하는여성젊은여성들이있는것같은데그거를그대로리얼하게들려주는여성의성대를들려주는그런만화이고마지막은이제행복한고대한감정으로보여봅니다。여러분들도잘못했다시피皆さん私のようなそういった感情を覚えていると思いますが、네분이말씀하신그런어떤문제이슈가한국에서그제기되는거굉장히유사합니다。皆さん4人の方の発表を聞いた韓国で問題になっていることと一緒のことが特に多かったです。4人の表現がそうなっています。가벼운과학의
가진 그 어떤 세대 간의 폭력, 그 피해자의 자녀의 문제, 한국에서도 지금 굉장히 주목하고 있는 부분입니다. 神子さんのおっしゃった世代間の間で の, あの暴力 の, その受け継がれる世代間 の, その暴力の問題を注目している問題です。폭력、家庭폭력같은경우에도숨겨진피해자중에가장많은수가자녀들이었거든요。あとあの DV の被害者の女性の中でも韓国の調査で分かっていたのは DV の被害者の女性は自分の成長環境自体が DV の家庭だったということが分かりました。한국에서페미니즘이새롭게이제각광을받으면서이런젊은이들가운데서자신의어떤가정폭력의피해경험을드러내고그런것들에대해서같이연대하는이런움직임들이활발히될거라고예상하고있습니다。한국에서이마저뭐역시나이오도페미니즘이활발になってきているので DV の被害者女性のに関わるいろいろな状況をまた知らせて社会に知らせるような作業がこれからも繰り広げられるのではないかと思っています。ロブタ사회고선생님이말씀하신그가정폭력그폭력가해자그프로그램에굉장히공감가는말씀을해주셨습니다。加害者プログラムについてドクター先生がお話になったので本当に共感しているところがとても多かったです。ちょうど2003年度へプログラムを했었는데요。私も韓国で DVD の加害者プログラムについて2003年やっていたことがあるんですけども、굉장히무서워서가스총을놓고했습니다。本当に怖くて加害者にそのガスの銃を持って横に置いて加害者のプログラムをやってました。その時警察に私の保護 の, 要請をしたんですが、警察の方から拒否されたので、그리고제가활동했던그당시저희가정폭력단체에서는이제몇년동안하다가가정폭력가해자프로그램은안하는걸로결정을내줬습니다。いろんな問題があって、この DV の支援団体の方から、女性団体の方から加害者の強制プログラムはもう実施しないっていう決定を団体的に出してしまいました。プログラム의대상자가되는가해자들이전부다수준이다릅니다。준비도가やってみたら分かってきたのは、加害者の男性の間でとてもレベルの差がとてもあるっていうことでした。근데그것을충분히그분별할사회적시스템이없습니다。それも分別するような能力というか社会的な能力がない、私たち社会看護社会を持ってないということ。그리고또얼마전에는몇년전에는상담조건부기소유예제도가도입돼서あと韓国では起訴を猶予する条件で相談、加害者相談を受けると起訴を猶予するっていうことが導入されたので、심각한가정폭력가해자들에게도면제부를주고있습니다。もう本当に免罪になったような結果となってしまったので、加害者たちにそういった問題も絡んでおります。그래서그프로그램을해야된다는그런입장과그것을하기보다는피해자지원쪽에힘을쏟아야된다는두가지입장이함께공존합니다。フェミニストの間にもプログラムを加害者プログラムをやらなければならないっていう立場と、いやそれは違ってて被害者支援を行うべきだ、それを優先すべきだっていうのが立場が衝突しています。제경험으로보면상담이아니고처벌입니다。私の経験から申し上げますと、相談、加害者は相談ではなく処罰だっていうことを私は考えて、処罰が優先だっていうことも。미나시타김선생님이얘기하신아까그영상저있잖아요나이에따라서이렇게되죠。제가너무갔습니다저의사례입니다。皆さん先生の発表ではその逆転してそのライフを22歳になんかその2人の子を産む長寿化計画、私のケースです。그렇지만34살에저는직장을공식직장커리어를그만두었습니다。でも私は34にしてそのようなコースで生きてきて34で辞めて。노조도없었고어떤육아휴직도없었고오로지저개인이감당해야했습니다。私一人で労働組合もないし、あと育児
も育児休暇もできないしみたいな感じで個人的に全部を背負って生きて生きなければなりませんでした。10년 동안의 어떤 직장 생활을 풀타임 잡을 그만두고 여성의 전화라는 여성 운동 단체에서 자원봉사자로 활동하는 새로운 캐리어를 시작했습니다. 4주년이 소녀 생활을 야매때 모집을 야매때 조세단체인데 하다보니 나리마시다. 굉장히 공감이 됐고요. 그리고 센터 유키 사님 말씀하신 그 어떤 미디어에서의 그 여성에 대한 차별, 예, 한국도 굉장히 심합니다. 이런 것은. 先生のところで、あの女性に対する性差別的な影響は本当に各国でも同じようにその差別がすごい、ひどいので、それともサイバーはメディアが같은문제라고보는데、ネットって言ってもあのそのテレビの中での性差別みたいなものとやっぱり根本は同じなんですけれども、でしょうけど。저같은경우에도50대중반이기때문에좀익숙하지가않아요이런 SNS나 이런부분에있어서그래서젊은페미니스트들이한국에서도이부분에나서서많이활동을하고있습니다한국の場合ですと、ネットでこんなのが起きると、私も遅いので、若い女性たち活発に対応をしています。이모든차별의근간에는그여성혐오라는씨앗이있고여성혐오를가능하게하는잘못된사회구조가문제입니다やっぱりこのいろんな問題、ミソジニーの問題があって、またミソジニーを可能にさせている社会構造の問題が重要だと思います。구조를바꾸는게중요하다고생각합니다。構造を変えなければならないと思いました。簡単な質問をしたいと思うんですが、あの稲下さんのおっしゃったのは平均的な日本の女性の現状で、それと韓国のアクティブなフェミニストと比べたら日本の状況がひどすぎてあんまりだと思うんですが、おそらく韓国での平均的な女性はあんまり日本と変わらないだろうと思います。あまり韓国の平均的な女性の生活は日本と変わらないだろう。でただね、その、今の若い世代が非常に当たり前に男女平等意識を身につけてしまっているということは、韓国でも日本でも変わらないと思うんですが、それは、こういうコマーシャルの炎上がものすごく昔と比べれば簡単に起きて、でそしてそれがちゃんと成果を上げるというところに出てるんですけども、そういう男女平等感覚というものが韓国ではフェミニズムというキーワードと結びつくのに、日本ではそれがフェミニズムと結びつかないのはどうしてなんだろうっていうことをとても強く感じました。韓国에서는사실젊은여성들、일본도마찬가지로여러가지평등적삶이비슷하기때문에남녀평등이의식이젊은여성들이일본도한국도그렇고어렸을때부터몸에배워있는건비슷할텐데한국에서여성들의활동을들으면서남녀평등이페미니즘으로연결되는게확실하게딱연결이되는데왜일본에게연결이안되는가라고それは韓国ではフェミニズムとかフェミニストという言葉に日本ほどスティグマがなくて否定的なイメージがないからなのか、まあ、その裏返しとして日本でフェミニズムという言葉がよほど本当にスティグマ化された言葉で、若い女性の平等意識がフェミニズムと結びつきにくいのかどうなんだろうね、この辺を一緒に考えてみたいなと思いました。제가이제그래서생각하게되고한국에서페미니스트에대한그낙인부정적인낙인이없는건가아니면일본에서페미니스트에대한부정적인낙인이그너무철저한건가이두가지어떤건지연결을듣고싶었습니다낙인이굉장히편견이죠굉장히심했거든요そのスティグマがものすごく韓国でも強かったんですけど、偏見がものすごくフェミニストに対する。で、これこの政府의어떤지향이나어떤정부가집권하느냐이게굉장히중요한것같습니다。サン政権が一回政権を取った時にフェミニストたちが努力した烙印をちょっとスティグマを。え、그래서전에이명박정부가그여성부를폐지하자는
に深く있었잖아요でその後ウアの政権になった時にものすごくもう女性賞をもう廃止しようっていう動きがもうバックラッシュものすごくひどかった그래서저희아들도저랑어릴때부터같이여성주의활동에참가해서굉장히여성주의자들은좋아하지만굉장히여성가족들을증오했었어요그때는중학교생息子も中学生の時に私のことっていうかフェミストについて子供の時から教えて親しかったのにフェミストを憎むようになって컴퓨터뭐사용하는셧다운제도같은거를여성가족부에서도입해서뭐실행한다는얘기가있어서우아그걸증오한거였어요세계와파소콘을탁산使ったり性的な炎症を見るとなんかその時間を制限するっていうような青少年に対してウアの政権はそれがそういったことをやってたので若い男性の中学生、高校生たちにフェミニストは大嫌いみたいなことを、うん、政権の政策によって生み出されてました。そういった雰囲気が。정부에서여성들을여성문제를다루는젠더문제를다루는게아니라가족문제를다루도록잘못섭취규정했어요。우아노세요の基本的な政策は女性のジェンダーの問題の家族の問題だった。女性は家族の問題だ。女性の問題は。근데이제최근에다시한국도또정권이바뀌었고그리고또촛불광장시위도있고강남역살인사건아까보신것처럼있으면서페미니즘이개인들의삶하고멀리있었던어떤페미니즘에서일상의페미니즘으로내려오고있습니다いろいろなことが起きているんですけれども、やっぱり政治的な政治が政権が変わったり、あるいはさっきの校内駅での追悼デモとかが起きながら感じることは日常にフェミニズムのアジェンダが日常まで今染み込んでるみたいな感じの活動が多くなったっていうフェミニズムは女性만을위한것이아니고인간을위한것이다이런어떤동네서로에게좋은것이다스티그마가벗겨지고편견이없어지고이게이제부터시작이라고시작スティグマがないっていうよりはまあ、これから の課題として残っているのは韓国の女性たちも同じような問題だと思います。ウェブさんはね、まあ、そういう動き日本にないって言ったんですけど、興味深いのは私はツイッター上には割とあって。そのフェミニズムっていう言葉は決してネガティブではないなんか空間があるんですよ。でやっぱりその韓国でやられてるようなミラーリングみたいな手法もやっぱりされていたりとか、ヘル朝鮮を明らかに多分そこから来ているのをヘル日本とかいうようなハッシュタグを作ったりとか似たような動きはしてて、多分それは交流があることにも寄ってるんじゃないかなというふうに思います。でそのフェミ일본의트위터에서도그꼭부정적인것만있는건아니고한국에서일어난일이일본그전문여성들사실있긴있어서아마헬조선이라는말이한국에서나왔는데그페미니스트들이쓴다고알고있는데일본에서도마찬가지로그미러링전혀비슷하게헬일본이런식으로씁니다というようなこともあり、あとやっぱりそのフェミニストにフェミニズム的なその主張する人をツイレディースとか呼んだりとかしてですね、でもそれが何が悪いのかミサンドリーっていうような、ね、形 の批判とかもするんですけど、じゃあ何が悪いのっていうような形で割となんかその面白い動きがインターネット上にはあるなっていうような感じがします。インターネットで SNS 中心으로여성フェミニスト들이뭐그페미니즘이뭐가나쁘냐라고얘기하면서그런그부하들을만들고있는게있습니다。日本でも若い人のアクティビスト頑張ってるんですけど、ただ젊은여성アクティビスト、そういう遊び心みたいなものがどこまで浸透してるかっていうと、まだそこまでではないかなっていうところが。ノリ文化、ノリ感覚が어디까지퍼져있는가라는건약간의의문이있죠。한국처럼퍼져있는가하는것도。저도너무말하고싶은게좀한가지있어서요。먼저간단히얘기하면요여성의인식
그여성이꼴을섹스라는그런인식이란자체를먼저바꿔야된다고생각합니다저는그인식을바꾸기위해서는시민단체들의힘이많이필요하고요그리고제가지금일본에입학하면서지금느끼는건요일본의사회에서아직모순들이너무많아요편의점에들어가면은여성의그런비키니입은사진그런사람들이너무많고요그게일반화가되어있어요뭐한국은뭐지금이제한류라고해가지고그런 TV 라든지그런너무그연예인들의그런노출그런걸보면서젊은세대들은그런성의성역할을여성들은다그렇게된다다그래야된다라는인식이있다는게들어야드는그런인식자체를여성들또한남성들또한바뀌어야된다고저는생각합니다男女ともに認識を変える必要があって、日本で私留学しながら感じたことはあまりにもその女性の性的退職感っていうのがひどいんだっていうことを考えて韓国でもやっぱり韓流でもそうなんですけど男性も含めて体 の退職感っていうのがものすごく消費化っていうのが問題が起きているっていうことを考えてについて考えたりします。今日は本当にありがとうございました。とても長い間でしたが、いっぱい考えることができました。最後に長い間、張澄さん通訳本当にありがとうございました。